このの方方は息子さんででねお勉強の方ができる実際行動の方が下手そういうパターンだよね言語性が80<う>動作性が70そうそう、はい、言語性が高い教会性のこと子も含めて昔特殊学級ってあってそこの担任をずっと40年間やってきたんですけど、うん、その時に一番感じたのはねお勉強できてもね実際行動がうまくできない子が多い山手タイプと言ってた、うん、して下町の子というのは お勉強はでききないんだけけど、行動力はあある。る。る何度解決でで両方、プラススマイスあるわけですよ。この人山手の方要するに、まあ、いいところのねお坊ちゃんみたいなそうするとね教育の仕方に問題解決学習というのが僕の大きなテーマなの問題っていうのは難しい問題を頭の中で考えて解くんじゃなくて何かやんなきゃいけない問題を一つずつ優しいところから完成していくそうすると そういういいとところにエネルギーと興味を持っていってて要するに生きるというとそういうことじゃない、うん、僕らはあのわざわざ困った状態に置いとく、うん、でそれを脱却するために子どもは何か行動する一段階一段階こうすごいところに迫っていくじゃない、うん、これを問題解決,解決学習というんですして後でそれを言語化するこれがこうだったこうだったねそれで書いてとかこれここだったね書いて、うん、こんなのよくできたねとか。算数の ほら計算ができても実際のパッと見てこっちが得だこっちが損だということわかんないそういうパターンのお子さんだと思うんだねあ<ー>あだか頭は悪くはない、うん、でもあの実際生き方が下手だからここの生き方の下手なところを教育する、うん、そういうコースがあるといいなと思って、うん、僕らそ,それを真剣にやったから、うん、今でも覚えてますけど IQ6 時ぐらいの子ども それがね、冬,冬寒くなる1人の部屋だからトイレに行くと子供が開けたままで行っちゃうそうするとね冷たい風が入ってくる、うん、みんな怒るんですよそれが寒いとか言ってそしたらね一人の子がね自動に閉まると考え出したのもうびっくりしましたよ「先生糸巻きない?」って来たのどうすんだよって言ったら戸がねコロコロコロっと行って糸で引っ張ってね引っ張ると戸が閉まるような 考えたいんだよ作りたいんだよってあの何もしないけどずっと止まるようになるといいなとか言ったらね考え出したんですよ石をくくりつけてね石が軽くて動かないじゃん <laughs> なんか石を入れる袋を作ったらって言ってあそうだねとか言って袋に、ね、石をつだんだん詰め込んで自然にこう閉まる重さにしちゃった何も何グラムがプラスなんてそんな計算じゃなくて要するにそれくれが行動知能で行動知能が高いとそういうことができるわけびっくりしましたよ 自動ドアを作ったの私が言ったのは「袋かなんかあるといいな」っつって,言って「そうだよね先生」とかって <laughs> みかんをつって網の袋があるじゃんあれをどっからか探してきてねその中にね牛を入れて石入れすぎてね今度ね開かなくなっちゃった <laughs> これダメだとか言いながらみんな,みんなでやってんの開いたーとかしあっ閉まったーとかこんな勉強ずっとやったらすごいプラスになるねとか、うん、なんか問題解決の問題を見つけ出してそれを解決するための、うん 勉強すればいい足し算の意味なんか分かんなくてもそれ計算だけしていけばそれはで,で,できるけどあの意味分かんなくてもこう文字書ければテストできるけどそんなんじゃない本当の生活する上で頭を使うという教育を僕らやったんですよだから楽しかったのね IQ と関係なく人間の力があるんだよ、うん、それからの心理的なことがすごく大きい自分でやった,た楽しさっていうのがあると 自分で行動できる。分かんないと、ただ与えられたことだけを、ちょ、ちょっとやって。あ、できた、できないで、すまない人生になるだろうと思うの。じゃ、そう、一般家庭で、そういう問題を解決するような。うん 解決学習じゃないですけどそれはね親の言うこと聞かないわね<す>どっかね遊びに行った時にねあ<ー>あ親が困るんだどうしようかなとかわ,わざと困っていいんだけどでそれをいっぱい作ればいいじゃん<ー>よくほらテレビの番組でバスにの乗,り換え乗り換えしていく番組とかあるじゃない、うん、そういう人間の知能をどこで働かせるか、うん、それが知能なんだから、うん、で知能が行動に結びついてくれれば、うん、でそれが結果として出ればもう知能が万々歳になるわけじゃん 楽しみというかあの楽しさを自然と習得すればそれがすごい教育になっていくわけ、うん、そういう先生とそういうクラスに恵まれるとよかったねと思うんです、うん、就職してからだそういう上司がいる,いると伸ばしてくれる、うん、これこうしなさいこうしなさいこうしなさいとは駄一緒になって考えるどうしたらいいんだろうこれ,これはここまで来るなどうしたらいいんだろうとか言ってわざとやってる。 要するそれに知能を働かせる使ってる使わないと意味がない計算とかそう,いうそういう学校ではそれしかやらないじゃない、はい、そういうことだけだとあんまり知能は伸びないんだよで学校教育の大きなテーマでねあのこの塾のことに関して、まあ、中学生の時は塾に通っていました普通のこの勉強嫌いを教えることはできても教会知能の勉強ができないを教えるのは無理があった。 で塾はね、まあ、塾の宿命だけど、うん、ノートの上だけの勉強じゃない書いたり読んだりするでそれはもうこういう人とには合わないわね同じ塾でもそんな塾はないと思うけどいろんなことをやりながら、うん 楽しい勉強をやる塾があったら、それは一番いいよね。両方、両方い、言ってればいいのね。頭だけの塾と、勉強だけの塾と、そういう楽しいなんかをする塾か。体を動かしながら、要するに考えながら、や、やるやつ。なんか物を作るのが割といいよ。書くのはね、真似で書いたらするけど、あれだけど。作ったりするのは、自分で考えないとできないじゃない。だから、つ、なんか一緒に作るとか、それ作るって言葉で、お互いに交わしたりとか、するから、すごく力つくんですよ。 でそれを教師は記録しといてこう,こういう力ができたんだなとかこんなつそれを使ってまた別のものを何か作っていくとか、うん、作るこの作の作るじゃなくて像の作る、はい、造形の像基本的に文字,文字を文字とか計算とかも必要だけども例えば三角形の面積は底辺×高さ ÷2 二でなるそれをあ覚えてそれを計算するんじゃなくてやってみる本当にそうなのかなとかそ,そういうことをやるとね行動知能が生まれる。うん 就職、最難関の就職を前にしているってことなんですけど、うん、その就職、子供が就職活動することに関して、うん、その協会知能だからってことで、そういう人間を生かす力のある会社だったって一番いいなと思う、そのなんか探し方じゃないですけど、探し方難しいわね、それもいろいろ人から聞いたりして、給料の良さとかじゃなくて、生かして使えるかどうか、この子のなんか特徴があるわけだから。 でも一つ失敗したから一つ成功したからで喜んだり悲しんだりしないで生涯の問題だから生涯どう生きていくかということをよく考えてやて生きる